ティーバーは在京民放キー局5局が中心となって運営するテレビ番組の無料配信サービスである。本校では同事業を運営する企業株式会社ティーバーについても述べる。違法動画配信の防止、対抗を目的として創設された。スマートフォンやタブレット向けのティーバー専用アプリや PC 上のウェブブラウザを利用して民放テレビ局が提供する番組を視聴することが できる。運営法人は、在京民放5社と広告代理店4社が共同出資の株式会社ティーバーインフラにブライトコーブの動画配信プラットフォーム、ブライトコーブビデオクラウドと機械学習を使ったエンコード技術コンテキストアウェア、エンコーディングを採用している。在京民放5社は、当サービスのサービス開始以前から独自の見逃し配信サービスをそれぞれ運営しているが、 TVer はこれらを一元的に集約させたポータルサービスとしての役割も担う。配信は放映から一週間程度の期間を行われ、従来の放送と同じようにコマーシャルが挿入される形式となっている。ただし、権利の関係で配信対象外となる放送会もあるほか、番組出演者が配信期間中に不祥事を起こした場合も即座に配信終了となる。また、 長時間番組は複数パートに分けて配信されることがある。一部の一社提供番組を配信する場合は、提供クレジットがテレビ放送と同じフォーマットで企業入りで配信されており、当サービスでも提供企業のコマーシャルのみに絞り込んで配信することがある。サービス開始当初は全国ネットでの放送番組を中心とした番組ラインナップであったが、 2016年秋から2018年春までにかけて全ての純キー局系の見逃し配信サービスが参画し番組の直接配信を開始したことにより放送エリアが制限されているローカル番組の視聴も可能となったこれ以降純キー局以外の系列局が制作したローカル番組も順次配信が行われている開始当初の配信番組は ドラマ作品が中心だったが、年を追うごとにバラエティアニメ、料理番組などラインナップを増やし、2021年現在ではゴールデンプライムタイムの番組を中心に約300番組がラインナップされている。また、ドラマアニメ作品では本サービス開始前に放送された作品や一部オリジナル作品が配信されることもある。ただし、全国ネットの番組であっても、 権利処理が難しいものや制作側の事情から当サービスで配信が行われない番組もある。TVer ではラジコとは異なり配信番組の視聴にあたって国内でのエリア制限は施されていないことから配信対象番組で放送枠の移動がある場合は必ず放送時間のところに一部地域を除くの表記が入る。これは系列局がない地域かクロスネット局で 同時ネットの対象から外れた番組において、遅れネットか、非ネットの時があるため、一方、海外での利用はできず、この点は同様である。2019年8月26日には、公共放送である日本放送協会が制作する番組についても配信が開始される。広告放送が禁止されている同協会の性質上、NHK の番組を TVer で視聴する際には、 コマーシャルは流されず、代わりに、同局の番組宣伝などが流れる。なお、TVer での NHK の番組視聴は受信契約の対象外であると、同協会広報局が回答している。2020年からは独立放送局も参入し、同年10月からテレビ神奈川、翌2021年4月からは、群馬テレビ制作番組の配信をそれぞれ開始した。 サービス開始当初の月間アクティブユーザー数の伸びは低調で実際の利用状況は芳しくないとする調査結果があったが2018年3月期には月間動画再生数が3871万回となり前月の3065万回を大幅に上回っている2020年9月期には月間ユーザー数が過去最高の1350万人を記録した ティーバーの調査によると、全国15歳から69歳の6割以上で認知されており、特に重大代女性では SNS による拡散もあり、74.5%に上がっている。主に連続ドラマの見逃し配信を中心に高い需要があるとしている。2021年3月18日に、ティーバーアワード2020が発表され、2020年における、 再生数が高かった4番組が受賞した。再生数など、本サービスの配信にて得られたデータは、番組出演者への出演料支払いや続編などの企画、制作においての重要な指標になる。サービス普及後は、視聴率と並んで、t ーバーの再生数やランキングを張り出すつぼねも登場しており、マイリストの登録数を指標とする放送局もある。 2020年11月時点において、Android 5.0以降、または iOS 11.0以降のモバイル OS を搭載したスマートフォンとタブレットに対応したアプリが提供されている。なお、以下に記述する Android と iOS のモバイル端末は、上記の OS 対応要件を満たした機種を想定しているものとする。2015年10月の TVer の配信サービスのスタート時に、 iPhone という iOS 搭載スマートフォンと Android 搭載スマートフォンに対応したアプリが提供開始された。スマートフォンへの対応に続いて、タブレット端末に対するアプリの迅速な対応が図られ、11月4日に iOS 搭載タブレットの iPad 対応のアプリが提供開始された。12月1日には Android 版アプリのアップデートによって、 アンドロイドタブレットにも対応した。2018年1月15日から同年3月31日までの期間限定でアンドロイド t v 機能を搭載したソニー製テレビのブラビア向けに提供した。2019年4月15日からは TVer テレビアプリがアンドロイド TV の一部機種と Amazon Fire t v 向けに正式リリースされ2020年6月23日から パナソニック製テレビのビエラ、同年10月12日から、Google 製の Chromecast、同年11月25日から同日に発売された、Chromecast with Google TV に順次対応した。なお、NHK 制作番組とライブ配信の視聴に関しては対象外となっている。かつては TVer アプリで、フジテレビ制作の番組を視聴する場合、 FOD アプリを別にダウンロードする必要があったが2021年4月12日に仕様が変更され TE バーアプリ単体での視聴が可能となった。地方局が制作した番組は原則として制作局が属している系列の番組として配信されキー局の配信サービスに供給する形をとっている。しかし以下のように一部例外がある。ありがとうございます。